あずまやの日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。まず前の日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。8月27日、今日は何の日？1896年の今日、宮沢賢治が生まれました。宮沢賢治は岩手県出身の詩人、童話作家です。雨にも負けずという有名な詩があります。この詩はとても有名ですが、これはもともと作品として世に出すためのものではなくて、自分のために手帳に書き留めていたものだと言われています。そして、岩哲学とのつながりをお話ししますと、この詩のモデルと言われている斎藤宗次郎というキリスト教徒がいるのですが、この斎藤宗次郎は内村鑑三の弟子であるというところがつながりです。もう一つ、宮沢賢治と岩哲学のつながりを申しますと、宮沢賢治は岩手県立盛岡中学校の出身です。盛岡といえば新渡戸稲造が有名ですが、宮沢賢治が盛岡中学校に入学したばかりの頃に、当時第一高等学校の校長だった新渡戸が盛岡中学校を訪れ、黙示の習慣を養うよう生徒に訓話しています。新渡戸は当時47歳くらいです。岩哲学の日野清先生がおっしゃる黙示の習慣は、新渡戸稲造から来ていることもわかりますね。宮沢賢治は1896年の今日、現在の岩手県花巻市で父古着商を営む家の長男として生まれました。賢治が生まれて5日後に陸羽地震が発生しました。賢治を収容した江地子という乳幼児を入れて守るカゴ、ゆりかごみたいなもんですかね、を江地子を両手で抱えながら上体を覆って念仏を唱えて、お母さんが守ってくれたというふうに言われています。3歳の頃に、本家から出戻ってきたおばが正信家白骨の御文章を唱えるのを聞き覚えて、一緒に仏前で暗唱していました。賢治は生まれてから37歳で死ぬまでずっと岩手県で過ごしますが、当時の岩手県は地震や津波が多く、加えて天候不順で周期的に不作凶作を繰り返す土地でした。賢治は子供の頃成績優秀でしたが、家業である七古着商を嫌っていて、鉱物採集や昆虫の標本作りに熱中するようになり、11歳の頃に家族から石子賢さんとあだ名をつけられるほどでした。盛岡中学校卒業後、実家で店番や養蚕の手伝いで、うつうつとした日々を過ごす賢治を見かねた父親が、盛岡高等農林学校への進学を認めてくれました。賢治は猛勉強して盛岡高等農林学校、これは現在の岩手大学農学部になります。で、盛岡に、高等農林学校に首席で入学。入学宣誓式では、総代として成文を朗読しました。正門を朗読しました。翌年には特殊体制に選ばれて授業料を免除されるほど優秀でした。賢治は農学科第二部、後の農芸科学科に所属し、後に農学校の教師にもなります。
賢治が短歌や詩のを作り始めたのは盛岡中学の頃。童話は盛岡高等農林学校に在学中の、これは1918年頃からです。盛岡高等農林学校の頃は毎朝法華経の読経もしていました。寮で同室になった1年後輩の保坂家内とは親友となり、保坂は銀河鉄道の夜のカンパネルラのモデルとも言われています。また保坂は農村改良を目指しており、後に宮沢賢治の羅須地人教会構想にも影響を与えたと言われています。なんだかバラバラな話をしているようですが、宮沢賢治は詩人、童話作家、教師、科学者、宗教家など多彩な顔を持っていました。1926年には農民の生活向上を目指して農業指導を実践するための羅須地人教会を設立しました。肥料の相談や稲作の指導に奔走していましたが、高熱で倒れ、花巻病院で両側肺浸潤との診断を受け、以後は実家で病画生活となりました。1933年に37歳で亡くなりましたが、死の直前まで農民の相談に乗っているような人でした。生涯で多くの短歌や詩、童話などの作品を残していますが、生前に刊行された著書は2冊だけでした。これは短編集注文の多い料理店の序文です。注文の多い料理店序です。これで全文です。わずか633文字。青空文庫で読めます。先ほどお話ししましたように、当時周期的に不作、凶作を繰り返す土地であった岩手県に、イーハトーブという理想郷を見、ひどいボロボロの着物を一番素晴らしい着物と見る宮沢賢治の作品は、心の持ち方を教えてくれる作品なんだなと思いました。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。